金がなくなったら怖いから貯金をしよう。日本ではお金の教育は特になく育っているので、知らずにやっていることが実は金運を下げてしまうアクションだったりすることは案外よくあるんです。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運上昇チャンネルに LINE アットができました。金運が上がる7つの特典をプレゼントしています。また金運メルマガもできました。こちらは金運が上がる3つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。13日の虎の日から始まった怒涛の吉日ラッシュ、2日目は一粒万倍日がやってきます。翌日の15日も一粒万倍日なので、どちらかだけアクションしたり少しずつ分けてアクションしたりと予定に合わせて行動しやすい日ですね。一粒万倍日にスタートしたことは万倍にもなって帰ってくると言われています。今回は14日の方が一粒万倍日らしい運気で、15日はスタートというよりは運気を良くするアクションをする日にした方が運の流れに合っていていいなという感じです。19日に前歴の新年を迎えますので、それまでにやっておいた方がいいことも絡めて、今日は14日の運気にぴったりのおすすめアクション、そして金運を万倍にするための金アップアクションをお話したいと思います。まずはじめに龍神さんとつながり場を清める金社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。14日の一粒万倍日は新しいことをするのもいい日で、15日は反対に新しいことをすることは避けた方がいいアクションに入っていますので、何か新しいことを始めようと考えている場合は14日の方がおすすめです。14日の前歴は金256、黄色い戦士、黄色い星、音9とチャレンジをすることで運気が上がる黄色い戦士の日になります。だから新しいチャレンジは万倍にも広がっていきますし、運気アップにとてもいい日なんです。黄色い戦士にはチャレンジ、限界突破、自分との戦いといった昨日の自分を超えて成長していくことに喜びを感じる星で、黄色い星は完成する、仕上げるといった特徴がある星です。他にも美意識やこだわりのキーワードもありますので、どちらも自分の中で最高を目指すという共通点があります。そこに音球の楽しむ、ワクワクするという喜びが入りますから、14日はあなたの好きなこと、気になっていることをとことんやることがうまくいくポイントになります。そうすると宇宙から流れてくる波動とシンクロするので、波に乗ったように運が開けていきます。そして前歴の新年が19日にやってきますので、それまでにやっといた方がいいことが3つあります。詳しくは以前に出した動画の方で見ていただけたらなと思うんですが、14日の一粒万倍には2つ目の休暇を取るか、3つ目の次の1年で手に入るものを決める、このどちらかのアクションがぴったりです。好きなこと、楽しいこと、気になることがキーワードになり、万倍になって帰ってくる日ですので、お金のことやキャリアのことなどは忘れて、シンプルに好きなことをする休憩の日にするか、もしくは次の1年で手に入るものを決めるために、どんな1年にしたいかな、どんな風になりたいんだろうとヒントを得るために街に繰り出してみたり、損得を考えずに好きなことをすることで思い出すというアクションが運気を高めながら新年の準備もできるので、ぴったりのアクションです。特にやりたいことがわからないという方には思い出すきっかけになりますのでいいですよ。この日特におすすめなのがこの好きなことを一人でやることです。一人でやることで自分との会話が生まれ、内面に意識が向くようになります。そうするとやりたいことが出てきやすくなるんです。ああ、そういえば子供の頃は絵を描くのが好きだったな、お金になるわけでもないし全然やってなかったけど絵を描くのは好きだな、久しぶりにやってみたいかもと、ただただ夢中になれる時間を取ったり、子供の頃は探検に行くの好きだったな、あまり行ったことない隣の町でも散策してみようかななど、あなたの中にいる子供の自分を引っ張り出して、ただただ没頭して遊ぶと本当はこうしたいというのが出てきやすくなるのでおすすめです。
本当にやりたいことでなければワクワクしないし、目標にしても楽しくないので、もし前歴の新年の目標に設定したとしても苦痛になってきたり、心の中にいる本来の自分が全然分かってないと拗ねてしまうので、潜在意識にブレーキがかかってしまいます。また自分軸がブレる原因にもなりますので、自分自身が望むことをゴールにすることはとっても大切なんです。損得や将来のためになるといった大人の思考が出てきたら、14日は置いといて、興味があることやってみたいことなど心がワクワクすることを数時間にするといいですよ。14日に起始ポイント2倍となることは、お出かけ、契約こと、学びや趣味の時間を取ることなどがあります。外に出かけることや好きなことをやることで吉もたまる日です。次に一粒万倍日に金運を万倍にするとっておきの金アップアクションを一つ紹介しますね。日本ではお金の教育は特になく育っているので、知らずにやっていることが実は金運を下げてしまうアクションだったりすることは案外よくあるんです。やってしまいやすいアクションの一つに、不安を埋めるためにお金を得ようとするということがあります。どういうことかというと、お金がなくなったら怖いから貯金をしようとか、安定した会社に就職できるように資格を取ろう、働かないとお金がもらえないから会社には逆らわずに働こうとか、前提にお金に対する不安や恐怖を抱えていて、それを解消するためにお金を得ようと考えることです。これがどうしていけないかというと、潜在意識でお金に対する不安や恐怖を抱えているので、それが現実化され、不安を感じる出来事が起こり続けるようになるんです。でも不安なことがあったら不安を感じてしまうんだから仕方ないじゃないかと思うかもしれませんよね。そうですよね。もしかしたら過去に何かお金を失うだったり不安になるような出来事があって、その時のショックがきっかけで不安の種が潜在意識に入り、前提条件となってずっと不安な現実を作り続けているかもしれません。この不安の種を持っている限りずっと引き寄せられてしまうんです。楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しいのだと心理学者ウィリアム・ジェームズも言っていますが、行動が感情を作り出すんですね。だからもしお金に対する不安や恐怖があったら、先に捨ててしまうことが大事なんですね。これが14日の金アップアクションです。不安や恐怖ではなく、ポジティブな側面からお金を得ようと潜在意識を書き換えるですね。どうすればいいかというと、理想の状態を思い浮かべて、例えば好きなことでお金を稼げるようになっている、やりたいことでたくさんの人を喜ばせて、そしてありがとうの分だけお金に代わって帰ってきている、欲しいだけの金額を稼げるようになっている、十分な金額を得て好きな時に好きなことを好きなだけできる生活をしているなど、こうなったら最高だなという状態プラスお金を得ているというふうに文章を作って書きます。繰り返し返していると、だんだんと潜在意識にインプットされてきます。文章を書いたら口に出してみましょう。そして最後に、私にはできる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 と言ったら完璧です。書いた文章を、そうだよね、当然だよねと歯磨きするぐらい普通のことのように感じられるようになったら、潜在意識にインプットされているサインです。そして文章の通りの現実を潜在意識が連れてきてくれるようになります。ぜひやってみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。